ゆうき内のゲームのツボ。こんにちは、ゆうき内です。すごい寒くなって、でまあスキーシーズンも来たわけで、札幌なんて雪まみれらしいんだけどね。もう去年萌えに萌えた、この番組から始まったスノーボードどうするのと言われたのですが、やっぱりほら一人で行くものじゃないじゃない、だから誰かが一緒に行くときに、じゃあ、連れてってとか一緒に行こうとか言った方がいいんだけれども、私の友達はみんなもうなんか主婦になっちゃったりとかしてる子の方が多いので、いきなりね旦那さんと子供を置いてスノーボードとかスキーに行こうって誘えないからね。だから誰かね、またやる人がいたら行きたいなと思うんですけどね。だってあの一回のためにスキーウェアちゃんと上下買ったんだもの、白のフォアフォアのやつをね。スノボのやつは貸してもらってやってたんですけどね。皆さん今年いつスキー場に行くのでしょうか。やってみるとやっぱりあれは面白いね。マガジンはバーガーショップで撮ってきてください。アラビンドビンハゲチャビン、何が飛び出すゲームのツボ、今日も最後まで聞いてね。ゆうき内のゲームのツボ。日本一短いゲームサイドストーリー。あらゆるゲームのサイドストーリーを紹介しているこのコーナー、今日もたくさんのおはがきが来ています。では早速皆さんが送ってきてくれたゲームのサイドストーリーを紹介しましょう。一つ一つのストーリーをイメージするやマガジンに入っています。まずは葛飾区にお住まいの鈴木亮君からまたもやいただきました。日本一短いゲームサイドストーリー、幻の職人伝説。私は落とし穴を作り続けて30年になる職人。世間では知られていないが、私の仕事はその名の通り、洞窟や塔に勇者たちを困らせる落とし穴を作るのが仕事だ。特にドラクエシリーズの落とし穴を多く作った。人はこの仕事を穴を掘るだけで楽だなんていうがとんでもない。この仕事は想像を絶する過酷な仕事なのである。ただ穴を掘るだけではなく、勇者たちをどうやって落とし穴に誘い込むか、頭をひねりながら穴を作っていくのだ。これが難しくて、バレバレのところに穴を作れないし、かといって裏を読みすぎると穴に落ちてくれない。実に頭と体力を使うとても大変な仕事なのである。そこの君、どうだい、私と一緒に落とし穴を作らないか。マガジンの方では違う人の名前が出たけど、これは鈴木亮君の、作品ですね。落とし穴職人って日本人だったんだ。いかにもこれ今日来る時にいたな。こういう人、上着は結構厚く着てたけど、なんで鉢巻きするのかと思ったら汗が流れてくるなんだって。だけど冬なんて流れてこないのにみんなねじり鉢巻きとかしてるよね。なんでだろうな、気合かな。何の気合だ。何の気合なのかわからないけど、気合が入るものなのかな。実際さ、ドラクエ作ってるところに行ったらこういう人が本当にいて、で落とし穴の場所の指導してたらおかしいよね。これじゃ落ちねえなーとか言って、だこれだから白だ困るよとか言って。次は、三鷹市にお住まいの長谷川隆二さんからいただきました。日本一短いゲームサイトストーリー、インターネット桜。ここ 2,3 年世界は異常なまでのパソコンブームですが、その余波はゲームの世界にも及んでいるようで、とりあえずその第一弾としてルイータの酒場がインターネット酒場としてリニューアルオープン。今日はそのうち
開設されたホームページをいくつか紹介しましょう。フリーマーケットやるよん。今日昼から町の噴水前でフリーマーケットやるよん。余った薬草やドッケシソ、何でもいいからみんな集まれ。謎の武器もあるかな。武器屋のよっちん。求む世界の猛者の情報。腕自慢の皆さん、世界レベルで皆さんのフィニッシュホールドを教えてください。他にもあなたのストリートファイト列伝、新しい武器情報、何でも結構。情報が集まり次第2つの本にしようと思っています。戦士の心身よりカジノ情報を送ります。初回は無料。カジノのスロット情報、スライム G1 レースの予想など皆様の期待に応える情報をお送りします。ちなみに先週のスライムダービーは的中しています。予想やぶっこりに。このように次々と新しい情報をアクセスできるインターネット酒場ニューリーダー、皆さんもぜひ一度足を運んでみてください。インターネット私やったことがないからわからないんですけれども、なんかどんななんだろうな。世界中の情報が見れちゃうんでしょ、日本だけじゃなくても。だから英語さえ見れば向こうの通販も買えるとか、確かそういうのだって聞いたことがあるんだけれども、この画面の人は勇者なのかな。ずいぶんごつい勇者だよね。でもまあこういうのあると、仲間が待ってる時にずっと待ちっぱなしのなんか腐った死体さんとかはね、もうすぐ覚えて最後まで呼ばれずにここでずっとインターネットやってて仲間になったはいいもののいいかもしれないね。求むもっと腐ったやつとかね。もう腐った下子さんも募集中とか、そういうのもいいかもね。日本一短いゲームサイドストーリーのコーナーで、割とやられるゲームのサイドストーリーを募集していますが、そろそろ今年もおしまいだねということで、年末年始にかけて年越し特番をやりたいと思います。12月19日と1月5日の放送分でですね。で、あなたが選ぶゲームサイトストーリーベスト10で放送したいと思います。そこでプレイヤーの皆様から今まで放送したゲームサイトストーリーの中であなたが一番気に入ったサイトストーリーを大募集。皆様からいただいたハガキを集計した結果、ベスト10を決定し放送します。あなたが腹を抱えて笑ったネタ、なんとなくもうちょっと聞きたいネタ、放送を聞き逃してどうしてももう一度聞いてみたいネタ、ネタネタネタ、今まで放送したサイドストーリーなら何でも OK です。最後に今まで放送したサイドストーリーのタイトルと放送日が載けてありますので、応募の参考にしてください。応募をくださった中の方から抽選でなんと100名の方に抽選でサイドストーリーベスト10の内容が詰まった手作り絵本をプレゼントします。いいな、101名にして1枚私にくれないかな。フルテゴ応募ください。応募方法はハガキに住所、氏名、年齢、職業、あなたが選ぶゲームサイトストーリーを一つ書いて以下の住所に送ってください。郵便番号111東京都台東区浅草橋 5-21-4000 が有機内のゲーム松本、あなたが選ぶサイトストーリーベスト10の係までです。応募締め切りは12月20日金曜日、必着とさせていただきます。都合により応募は1人につき1票にしてくださいね。お願いします。素晴らしくゲーム仲間、今月のゲストはドラクエ3の発売元エニックスの水野ひとしさんです。旅人すごろく、ちょっとやってみますか。何旅人すごろく、なんとすごろく剣が、なんとすごろく剣があって、その無感動にこんなところに、こんなところに。旅人のすごろく城です。これあのドラゴンクエスト3の世界のあの地域のいくつかの場所にあります。だから一つじゃないです。でこの中であのすごろくをしていただいて、サイコロ振ってすごろくをしていただくと、その目によっていろんなものがもらえたり、モンスターと戦ったりってことになります。でゴールしますと豪華なご褒美がいただけると。
イコロは10回振れるんだ。はい、この面は10回ですけども、その先に行きますともっとあの複雑になってきますので、はい、20回以上というものにもなります。スタート、これは勇者しかできない。先頭のものがあの、あれこれは A ボタンでサイコロ振る、マップを見る、ちょっとマップでビジュアル、うわ怖い、このマグマみたいなところ絶対止まりたくないな。でこれがゴール、あ、ゴールの向こうに扉があって、おじじが2つの宝を守り、そして落ちるところがある。おじじ、いつからそこに、いつまでそこにいるのか、あのおじじ。ゴールまではまだあるな、ちょっと、はい、ぴったりでないと入れません。で、あ、もう戻れないんだ。ええ、戻れないんだ。50ゴールド落としてしまった。3、3、3、3が出る、だ、4だったよ。いきなりなかった。1回戻るですね。くぅ、あと5回。1が出る。いけ、よっしゃ、ほら1だ。サミロよしオッケー、ガチュー、ゴケツだ。よし、ジジイ話に来たぞ。やったな、ここは上がりの部屋じゃ。褒美の宝を取ったならそこなんだから戻れるぞい。とにかくおめでとうじゃ。宝を取る前にうっかり穴に落ちないようにな。やり直しになるぞい。誰が落ちるか。ドラクエ3も、まあ、12月6日発売ということで、もう本当に近くなってきて楽しみなのですが、他にもエニックスさん、あの64のソフト出すそうで、ワンダープロジェクト J2 はですね、はい、あの64の機能をあのフルに使いまして、育てゲーと思われるんですけれども、あのジュペットというあの可愛い女の子、あのまだ何も知らない女の子なんですけれども、あの皆さんがあの一つ一つ教えて一人前の女の子に育ててほしいと、うん、であの2部になりますとまたガラッと展開が変わりまして、今度あのそういったゲームではなくなるんですけれども、うん、そちらの方も実はですねかなりあの楽しめる要素をふんだんにあの揃えてます、うん、であの前半と後半のちょっと色合いというのが違ってくるんですけども、それは含めて皆さんに十分楽しんでいただけるゲームだと思いますので、うん、どうか期待してあの一度手に取ってみていただきたいと思います。これは発売はいつぐらいになるんですか。これはあの11月の22日になります。11月の22日発売、はい、ワンダープロジェクト J2 ですね、はい、あのちなみにドラクエ7ってどうなってるんでしょうか。実際にはですね、まだ今の時期にもですね、まあ、いろんなことができるというか、まあ、開発の方で、いろいろできる限りのことをやるという前提でやってますんで、正直言ってセブンの余裕はありません。で実際、まあ、面白い要素っていうのはなんか堀井先生なんかは、割とまあぼーっとしてる時に、まあ、みんなにしてみれば僕のことをぼーっとしてるように見てるんだけど、いや実はその時に考えてそこであのアイデアなんか出てくるんだよねなんて言ってたんで、しばらくそういったお時間なんかがあってからの話になると思いますが、私カセット自分でちゃんと出ましたら買いますんで、いやお送りします。あ、そしたら、いや買ってもいいんですけど、堀先生のサイン入れてほしいな。なんて、わかりました。わでですね、堀先生が結城さんのサイン欲しいって言うて、もうじゃあ1対10ぐらいで1つもらえたら10個ぐらい書きましょうか。あ、いやもうでも私の場合何に書いているかわからないんですけどね。あ、色紙持ってきました。あ、本当に、あとじゃあうやうやしく書かせていただきます。というわけでサイン入りカセットの方のもらうところの目処もついたところでこの辺でお別れです。1ヶ月間ありがとうございました。また何か一押しのものがあったら宣伝をしに来てください。わかりました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ゆうきなえのゲームのツボ、ワンワンコーナー、ワン、とっておきのワンコーナー、ワンダフルワンコーナー、略してワンワンコーナー。今日はワンワンコーナーその19、スーファミ史上最高画質スーパードンキーコング3発売記念最高画質特集という企画をお送りしたいと思う。これは昨日23日に発売されましたスーパードンキーコング3の
売りがスーパーファミコン史上最高の画質だということを受けて、いろんなゲームをもっと最高画質にするとどうなるかをシミュレーションしてみました。まずドンキーコング最高画質、このままでも高画質なドンキーコング3の画面でありますが、さらに最高画質にするとバナナについているシールまで見えます。そうだね、本当にそう思うよ。バイドですかね、黒沢監督より。これはどこのメーカーのかな、ドールかな。美味しそう、このバナナ、この青いところがなんか美味しそうですよね。続いてマリオの最高画質、64のマリオの絵は綺麗だけれど、これを最高画質にするとマリオのある秘密が見えてきます。あれだけ助けてるのに結婚もしてくれないピーチ姫のことを肉々しく思っているかと思いきや、順序一直線のマリオくんにはもうピーチ姫命の入れ墨が入っていたと。ピーチ命、やっぱりマリオも日本人なんですね。日本語でピーチ命って書いてあるところを見るとマリオ頑張れ、ルイージにマリオ命って入ってたら怖いよね。続いてウェーブレース64最高画質です。太陽の光や波の表現もバッチリなウェーブレース64ですが、さらに最高画質になると、わお、海の中にいるプランクトンなどの微生物もはっきりと映ります。ミドリムシ、ミトコンドリア、アメーバ、見えなくていいものも中にはあるね。以上、ワンワンコーナーでした。皆さん今日8時から何やってますか？もし特に予定がない人とか、秀吉見てるけどとかいう人は、今日はそれはエアチェックをして、8時から TBS 系の神々のいたずらっていうのがあるんですけど、ドキュメンタリーになるのかな。でベンガルさんがカッパって本当にいるのかなって言って、カッパをあちこち探して歩くっていう番組なんだけれど、それのねナレーションをついこの間撮ってきたんですよ。でまあ何回かナレーションやったことあるけれど、この長いのやったの初めてだったので、ラジオ、私のラジオをチェックしてくれているあなたなら、そういう声だけのやつもちょっとたまには見てほしいなと思うんで、見てみてください。なんか感想があったら送ってくださいね、こっちの番組宛てにも。カッパって好きなのよね、カエルとかも好きだけど、カッパの思わず文章を書いちゃったぐらいだからな。まあ内容あんまり言うとつまんなくなっちゃうから言わないけど、それとも今週も聞いてくださってどうもありがとうございます。そうだ、そろそろドラクエ3が送られてくるかな、ドキドキ楽しみ。バイバイ、また来週。ゆきないでした。